とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー更新となっております。28階、若干短くなったけども、めんどくさいボス出てくるなよ。行きましょう。1階がここか。なんかここも序盤に出てきやすくなったよね。うん、おいおい、いきなり嫌なやつおるな。オッケー、まあまあとりあえず倒しましょう。おお、すげえな、すごいね本当に。オッケーオッケー、まあ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 、クリーパーとリープリーフがいるけども大丈夫でしょう。こっち側にもなんかいるんでしょ、どうせ。おお、多いな、嫌なやつ多いな本当に。ちょいちょいちょい本当に。よし、すごいね、なかなかです。一回クリア。次、いやいいかな。いや種はちょっと欲しいかも。いやいいや、うん、そのまんま行きます。意外とハンマーがね役に立ったりもするんだけども、なしで行こうか。初見はちょっとね様子見なところがあるんで、様子を見ながら行っちゃいましょう。もう逃げるなってOK。 でまだまだ出てくるかい。よし、おいおー、なかなかですね。ちょっとね、逃げるなよ。あと2体か、終わり。2回クリア。次、いや、ここでバトルローブ変えてもね、耐久力がだいぶ減るんでやめときましょう。序盤であんまり装備がない、うん、まあまあよくあることか。よし、そろそろでもなんか装備欲しいな。5回ぐらいで、危ね、初期装備だったら結構きつかったりするもんね。おお、なかなか数多いよ。うん、今回ちょっと数が多いかも。しゃあ、であいつで、ああこっちにもいた。終わりかな、あそこでね。どうだ、よし、3回クリア。悩む悩む、そうね、パワーシェイカーかな。パワーシェイカーだったらどの武器でもまあ無難に扱えるんでいいでしょう。はいはい、あー、まずあそこをなんとかしといた方がよかったか。うん、これ押しとかないとエンダーマイトがかなり湧くのよね。 OK、 何が来ても OK、 パワーシェイカーあるよ。いや、そう大したことない、敵は。終わり？いや、まだ？いや、終わりかい。時間差、ここ時間差あるよね。次、ああ、うんうん、これもうボーンクラブ間違いなし、ボーンクラブ間違いなしです。火属性と吸血1でも入れとけば OK でしょう。いいね、4回報酬で最高のやつが出てきてくれた。もうほんとタワーはね、もうボーンクラブあれば大丈夫だもん。これさえあればっていうような武器だからね。
しゃ。オッケー。どうせこっちにも出てるでしょ。いた、やっぱり。で、下にも、あ、下はいない。これで終わりか、こっちで。もうパワーシェイカー使うほどもない。終わり。まだか。じゃあ、なかなか楽勝ですね。まあまだいいかな。で、雷の杖を一応ボス戦用に持っていきましょう。となると虚無が欲しいよね。まあ弓で虚無がついてるやつがあればいいか。もしくは虚無の矢筒出るか。よし、うっといな。まず倒しとこうか。 OK。 こっちにはまだいるのかい。いるよね。しゃ、なんもいなかった。よし、もう待て待て待て。なるほどね。エンチャンターをまず潰さんと結構きつくなる。2体いるっていうところがね。 OK。 おっしゃ、終わり。9回ぐらいにボスが来るのかな。あー、傭兵変えてもいいな。変えよっか。うん、性能はまあまあまあいまいちだけども、単純に HP 増えるんでいいでしょう。で、ここは問題なしかな。やっぱ夏がね近づいてくるとこういうステージが増えてくるんでしょう。よし、ちょっとね、意外と敵は多いな。終わり。はいはいはい、まあまあ敵はぼちぼちだったけども弱いやつばっかり。8階が商人か。いや違う、カトラスがここである。うん、ということはこの先に釣り竿があれば。あ、もうもう、なるほど。まあ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 、場所注意ね。 OK。 まあめんどくせえなあいつ。ジオファンサーはめんどくさ。まずはそうね、ジオマンサーを片付けていった方がいいかもね。ものすげえめんどくさい。よし、終わり。はい、8回クリア。あーで星寄るとささやくやりか。いいかな。あ、待って、いや、虚無ついてないね。弓虚無ついてる？ついてないわな。仕方ないか。何が来る？パワー。もうもうボーンクラブでいいでしょ。うん、もう最後まで使っていっても全然いいようなやつなんでね。え？ボスじゃない？この次？いや、まだ全然ボスじゃない。はい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 、はい、あはは、危ないな。よし、クリーパー注意ね。危ねえぞ、思った思った、出てくると思った。それで雲とのね相性も注意ね。終わりかい。すぐ終わったな。でも今みたいなねサクッと終わるステージいいよね。そういうとこ増やしてほしい。流れ込む魂嬉しいね。
でも虚無の方を狙ってるんでいいかな。バジネスト持って行ってもいいけど、まあまあいいや、いいか。防具なんかエンチャント入れる？特になし。トゲでも入れ、いやいや、いらんよ。いらんいらん。むしろこっちをちょっと上げてあげた方がまだマシか。どうだ、あとで湧くタイプ。ああいた。いやでも全然だ。いいかな、もうわかん。はいはいはい。ああでもわ、あまあまあね、火属性のレベル上げたんでそれもあってワンパンできてるんでしょ。あ違うわ、商人で上げたからだ。うん、あだからワンパンできるんだね。え、おしまいだよ多分。いや余裕だな、今シーズン楽勝か。あーベッグス、あ虚無あるね。んでもこれかやめとこう。うんうん、何が出る。1体2体か。うわちょっと待て待て待て、ちょいちょいちょい、よし、はい終わり。まあまあ嫌なやつではあるけども、この攻撃力なら余裕だね。あー持続ダメージで倒すかと思ったら倒せなかった。はいはい、まあ全然いける、全然余裕。えい、あー嫌な場所。うんで案の定ね、ジオマンサーいるわけね、エンチャンターも。はいはい、嫌なステージだ。クモもいる。よしよし、まあまあちょっと安全に行こう。よっしゃ、オッケー、いいね。もうバカ野郎、このジオマンサー。よし、まだいるんかい。よし、もういないでしょ。終わり。うんうんうん、13回鬱陶しいね、嫌なステージだ。あっ、でもなあんまりよくねえぞ。一応持っていこうか。うん、ノーマルよりはまあ使えるし、とりあえずっていうところで持っていきましょう。おいナイス。あやつがいる。よし、ちょっと嫌なステージかも。あでもネクロ1体だけ。あ1体ぐらいだったら全然いいよ。あぶねえ。よし、おわ、あー矢が落ちた。では14回クリア。うん、ダイナモ怒りだね、これで。うん、ユニークにしてワンパンもいける。ああこれはもうコグだわ。うんコグ、うん、もったいなかったな、コグに変えます。コグの方が断然強い。長男さんのボーナーいいか。うん、防御用にちょっと取っとこう。そろそろ防具変えるかもしれないしね。ボーナスよりクリティカルだったかな。まあいいでしょう。あんま敵出てこないね。うん、なんか今回別に
難しくなさそう。まあ問題は周回できるかどうかよね。周回が簡単かどうか、うん、短いかどうか、これが問題です。じゃあいいね、よし、吸血で回復する、回復する、お、まあパワーシェイカーを持っていきましょう。2つ持ちだ。まあまあ1つはもう弱いですね。でもこの辺の雑魚をワンパンするには全然問題ありません。余裕だな。よし、じゃあ若干固まる、落ちないでね。よし、 OK、 終わり？いやまだいる。はい、16回おしまい。おー、釣り竿を発見。カトラスがあったな。いいかな、そのまま行きます。おっと、次商人、何の商人だい。金細工、もう武器あげちゃいましょうか。防具ももう弱いんだけど、武器あげちゃいましょう。100で何がついた。追い打ちに最高、かなりダメージが入るようになった。でボスじゃない、まあここ嫌い。でもボーンクラブあればまあまあまあ楽にいけるんじゃない。とりあえず落とす場所は落としとけ。よし、もうめんどくさいお前。よし、オッケー。あー間違えて取っちゃった。おっ、もう消えるなって。よし、オッケー。であとこっちに、いやまだいるんか、結構多いぞ。今攻撃受けて分かった、もう耐久力ないわ、耐久力がもう足りない。あーで虚無の矢筒か、持っていこうかな。うん、これはありだと思う、持っていきます。でここか、ここか、まあ、とりあえずここ謎解きして上まで行きますね。よし、オッケー。で、上に何体かいるのかい？よし、終わりか。よっしゃ、19回おしまい。まだボスじゃない、あのこれはいりませんね。行こう。防具変えたい、そうだった、もう耐久力がない、なんとかしたいと。ダメージがでかすぎるんだよな。もうおしまいね。まだいるよね。 OK、 風使いうっとい。もうちょっ、よっしゃ、いやーダメージ受けるわ、だいぶダメージがでかい。20回クリアでーす。いやー来ない、うわボスだし、マジかー。いやもう雷の杖弱いのよ。ビーコン変えろ。
何が来る？まあまあまあ、いざとなりゃもうビーコンぶっぱすればいけるっしょ。うわ嘘でしょ。うわ結構つらい、これは結構つらいぞ。よし、嫌なやつだな。まあなんとかやろう。うえ減らんし、ちょっと待てよ。待って、固まんなって、やべえやべえ。よし倒したね。よし、これ防具が弱すぎる。やべえ、これいかん。よし、あっかん、もう終わりだ。よっしゃー、いやーこれね、ここ防具をある程度上げとかんときついね。一回やられちゃったわ。ちょっとこれ防具を考えないと。うん、とあとなんかワンパンじゃないけど半分ぐらい減らせるやつを持っとかないとちょっと厳しいな。うん、ここちょっと考えないといけません。あ、でここで雷の杖か、遅いよ。ボス誰？あ、もうめんどくさい敵はやめてくれ。うん、邪悪なレースがそれだ。よし、防具が欲しいけどもなかったんだよな。待って、そっちは？あ、結構いるな。しゃ、オッケー。おー多いね。反対側も多そう。やば、どう？当たってる？いいね。であと反対側でおしまいです。22回だから、あ、まあまあまあ、あとちょっとだね。あと少し頑張りましょう。でお前だけこっち側は余裕だった。んーで、エンチャンター別にいらんね。あ、ユニーク商人がまだないのか。でもこれじゃないな。いや、もう何でもいいから防具着てくれ。さすがにもう弱すぎるよ防具が。もう防具が弱すぎてもう話になんない。弓でなんとか倒してる感じだもんね。もうよし、矢はまだなんとか余ってくれてる。 OK、 多分これクリーパーの爆発一発で死ぬもんな。おーい、これひでえなあ、でも HP 低い分吸血で一発で回復するわ。もうもう嫌になる。もうちょっと注意していこう。じゃあ、オッケーオッケー。注意してね、ちゃんとしっかり処理していきましょう。
ちもまだいるんかい。火力はね、まだ全然あんのよ。こっち側が多い、結構いるし、風使いが鬱陶しいね。よし、減る、むちゃくちゃ減る。はい、23回おしまい。んで、アップドラフト？あー、両刃王のも欲しいけども、あっちのままでいいか。これもうアップドラフトの方がいいような気がする。いやいや、うん、ボス用に取っとくか。ね、うん、ボス用にそのまましときましょう。で、ボスがなんかしょぼかったら相当ショックよね。ボスで使えればもういいのよ。うん、いい。いや、傭兵のアーマーにするのもったいないけど、現状これ上げとかんと戦えないのよね。上げとけ。で、あと雑魚戦が3回か。 OK、 まあまあまあ攻撃速度は上がるし、いいか、いいでしょう。うん、近接は戦いやすくなったよ。あー、よし、ちょっとこっち攻めきってこないで、嫌なやつ。 OK。 あ、うん、ここは防具ないときつかったぞ。わい、まだどこ、ああ、こんなとこいるんかい。25新米、次、あ、ここでも効果ある、変えよっか。さすがにもう火力がねえわ。うん、長弾ついてるし。あー、で、うん、虚無さんつけよ。で、虚無の矢筒はいらんかったね。うん、いらんかったわ。そうね、金属製でしょ。で、これ、トゲつけてもいいのか。でもつけなくていい、そのままいくよ俺は。よし、おお、ガーディいるのこっち、嫌な感じやね。こっちだ。なんかここ嫌だな、あんまり行きたくねえな。注意が必要かもしれません。あー、変えようか。今日も入ってるし、うん、こっちの虚無で叩きたいね。で、ダイナモでね、貯めるのもめんどくせえし、これでいこう。はい、では最後の雑魚戦頑張りましょう。うん、いいね。さっき防具を上げちゃったからね、火力がもうなかったもん。変えて正解。よし、
ネクロも何もいないんで安心だね。終わり。はい、ではボス何が来る。テンペストやめろよ。テンペストいらんからね。あ、でドラか。ナイス。なんだ、いやなんかしょぼいボスっぽいな。あーでもジャングルか、魔物か、ジャングルの。いや2体か、クソ弱すぎるやろそれ。しょぼすぎる。うん、これ雷の杖いらんじゃん。今回ソウル貯めることは必要ないかもね。まあ2回目のボスのレイス、あれをなんとか早く倒したいね。あいつをなんとかしたい。うん、まあとりあえずクリアです。報酬見てみましょう。2回もやられちゃった。いまいちだな。いまいちだな。 B5 はいらない。ダメですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。